最後まで見てくれると嬉しいなみんないつも本当にありがとうね後半になったらまたいろいろあ知などもあるかもなのでぜひぜひ最後まで見てね最後まで頑張るよトコ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 ここでグッズ紹介ーなってさしていただいちゃってもよろしいでしょうかしちゃおう 普段使いをするなら、まあ、カバンの中に入れたりとか、モバイルバッテリーとか入れてほしいなって。あと女の子とかもね、お化粧品とか小物を入れてほしいな、なんて思います。旅行に行くときとかはね、あの、お風呂に行く用のね、小さいポーチみたいな感じで持ってったら、なんかいいんじゃないかななんて思って、頑張って作りましたので、ちっちゃい坂本も実はいるよー。いるよ、え、何？あ、お風呂。 あ、風呂入りじゃないんですけど、はえ、今日風呂入ってきましたよ、さすがに坂本、汗もかけますしね、ね、ね、みんな、ね、ね、そうだよね、そうだよね、カメラマンさん、すごい今、顔伏せてるえ、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 臭い、大丈夫、え、<laughs> え大丈夫、その花、気になんだけど、大丈夫、あー、すごい、ゆっくり、こう、なんか、あはい、みたいな、<laughs> うなずきいただきました、ありがとうございます。はい、坂本はね、旅行中、しっかりとお風呂に入る派ですから。